伊田営業所の事務所とバス車庫伊田営業所は、知って黒川道路に面している、川崎市バス、伊田営業所は、神奈川県川崎市高津区阿久津98に所在する、川崎市交通局のバス営業所である。正式名称は、川崎市交通局自動車部、伊田営業所。営業所略号は A。最寄りバス停留所は、伊田営業所。川崎市中央部の高津区、宮前区。 中原区、幸い区に路線を展開する。2017年3月26日より、神奈川中央交通の子会社である、神奈川中央交通東、伊団営業所に管理委託されている。同年3月25日までは、川崎市交通局の直営であった。東急バスと共同運行の詐欺例に、系統先沼駅にて、川崎市バスと、 東急バスの共通定期券が導入されている。詐欺例に系統の詐欺沼駅の側小杉駅前、新城駅前間に限り有効。東急田園都市線詐欺沼駅と JR 南部線口の武蔵小杉駅、北口ターミナルを結ぶ中距離路線。詐欺沼駅、次第営業所以外の便については2011年4月1日の菅尾営業所開設に伴い、 菅尾へ移管されていたが、2017年3月26日のダイヤ改正の際に、同区間に菅尾担当便の設定及び、詐欺沼駅小杉駅、新城駅に伊田担当便の再設定がなされ、全区間が菅尾との共管となった。白11系統の運用につく、中型車路線済み山平駅と武蔵新城駅を、知って黒川道路、 中原街道経由で結ぶ路線。野川まで、宮前区を走ることから一部は、宮前区役所行きとして運行しているが、わしが峰担当とは違い、新城方面から来たバスは、知って黒川道路沿いのロータリーには入らず、宮前平駅、北口側の乗り場へ直接入ってから、宮前区役所に立ち寄り、土橋神社周りで、宮前平駅のロータリーに入る。すなわち、 宮前平駅に2度停車する。営業所方面駅は出入庫で運転される便が少なく、ほとんどが伊田病院への通院路線として運転されている。東急バスグーレイと大部分を並行しているため、東急バスとの共通定期券取扱区間がある。溝の口駅と宮前区にある有馬第二団地を結ぶ路線で、朝方から夜は20時台までの運行。有馬。 野川地区の買い物輸送のほかに、高津区役所へのアクセス路線としての位置づけがある。沿線の久末地区では、通勤において、詐欺沼、武蔵小杉寄りではあるものの高津区に位置し、区役所のある溝の口へは、鉄道経由の場合遠回りになるためである。2002年までは、現在の溝口駅南口が終点ではなく、手前で駅から離れた市民プラザ線溝の口駅が終点だった。 そのため、ロータリーわ市が、峰の路線でいっぱいだった溝の口駅南口において、旧市民プラザ、溝の口駅発着路線は、延伸後もロータリー内ではなく道路沿いの停留場において、乗降扱いを行っており、ロータリーは折り返し、時間調整に使うのみである。片側一車線の道路のため、路上駐車している自動車などがいたりする。 他の車両の通行の支障になることもあるので、発車時刻ギリギリまで、時間調整をする。2017年1月29日より、溝口駅、南口広場の共用開始に伴い、市民プラザ線、久末ランチ線と共に、駅より離れていた停留所から、バスロータリーの一番乗り場に移設となった。それと同時に、富士見台、末永間に、末永三丁目停留所が新設される。 中型車で運行される市民プラザ線カ自我や溝の口領域と高津区の立花処理センターに併設されている市民プラザを結ぶ市民プラザ経由便と折り返し便、通過便があるかつては全便が市民プラザ経由だったが2006年より市民プラザ通過便が設けられたこの他に溝21、溝25の出入港を含めて 伊稲営業所発着便も溝の口駅南口発着を中心に多く設定されている。車両は原則として中型車での運行であるが伊稲営業所溝の口駅南口の一部便は溝21の出入庫の関係で大型車で運行される。溝25。足元の側溝に横浜市省の菱形が入っており横浜市内の停留所であるとわかる。 市バスの定期運行路線では、数少ない横浜市を通る路線で、おおよそ30から60分に1本の運行。洋護島では溝21と同経路をたどるが、次のノーマンテラ手前で左折する。知って黒川道路を横切り、久世地区の住宅地を縫って、高田町へ向かう。久世団地高田町には、日吉駅から運行する、東急バス費21系統も運行しており、 同系統と同じく、高田町駅は、正面の行き先表示での副名称を表示する。朝夕には、武蔵中原駅へ向かう、原例一が運行される。営業所への出入小便は、高野諏橋経由で運行され、高野諏橋や中で単独区間が存在する。共愛道路を走行するため、使用車両は、中型車限定となっている。2007年2月28日まで。 運賃は久末団地から西原、高田町まで乗車する場合は、横浜市内運賃が適用された。当時、この区間内での川崎市内のみ、有効の乗車券等は、利用不可だった。2007年2月28日をもって、西原、高田町の横浜市内運賃の扱いを終了し、3月1日から全区間が川崎市内運賃となり、 同区間内におけるすべての川崎市内有効の乗車券の利用が可能となった。一方、横浜市経路乗車証横浜市福祉乗車証は、久生ランチ高田町村五間に限り利用可能だったが、川崎市内運賃適用と同時に利用不可となった。2011年4月1日より、菅尾営業所に移管していたが、現在は、伊田営業所に戻っている。 メインの小杉駅蟹が谷間の運行は上平間営業所の所管。川63系統武蔵新城駅前で待機中の車両井田病院前で待機中の井田営業所の車両運行系統図数多くの小系統を持つ長距離路線で主に武蔵新城駅、元住吉と元住吉川崎駅で乗客層が分かれる。なお、元住吉武蔵新城駅の間から 川崎駅へ向かう客も少なからずいる。川63、川64、川66の各系統の全線同士、運行便は一部時間帯を除き、1時間に1から2本程度の運行で、その保管として、区間便の各個系統が追加される形態となっている。川崎駅西口から元住吉間は、概ね12の15分間隔で運行される。 上平間発着や横須賀線小杉駅発着を含めると元住吉井田間は1時間あたり8の10本程度運行されている。新城駅から井田病院への通院路線で川崎駅乗り入れがない川68も新城線の小系統の一つであり、系統番号の頭文字が川となっている。以前は 元住吉駅前経由で、始発9時30分まで運行をしていたが、綱島街道の拡幅工事のため運休、木月4丁目経由で運行となった。工事後も運休が継続していたが、運行を再開することはなく2016年12月28日で廃止された。また、櫓橋掛け工事の工事箇所変更に伴い、木月四丁目方向からの、労災病院発着を、 元住吉発着に変更した後消滅した。2014年1月18日のダイヤ改正で、横須賀線小杉駅を発着する川67が新設され、同時に運行本数の見直しと川崎駅西口の乗り場変更が行われた。川67は新設と同時に廃止された杉零3、杉零4の代替を兼ねており、朝夕のみ運行される。 2016年4月1日のダイヤ改正で、杉1.02が、住吉線から新市路線に編入され、杉麗山が経路を変えて復活した。以前の杉麗山とは全く異なり、元住吉、伊田営業所を経由して、ニ谷谷へ向かう路線。一部の便は、伊田営業所前止まりとなっている。杉麗1はダイヤ改正の際に、小杉駅前横須賀線小杉駅間が廃止となり、 小杉駅東口始発に変更となった。2017年3月26日のダイヤ改正で、川崎駅西口の乗り場が川63、川64、川66、川67は、すべて55番乗り場に集約された。2020年4月1日のダイヤ改正で、杉ぎれ4系統が新設された。2021年4月1日、 総合リハビリテーションセンター前停留所から中央領域センター前停留所に解消。伊田営業所伊田病院間の系統と指定される系統を伊田営業所で乗り継ぐ場合、申し出により一乗車として扱われる。向こうが丘遊園駅、上戸駅と溝口駅、第三京品入口、伊田営業所を結ぶ路線で、伊田営業所発着便は、 川崎市バスの中でも比較的長距離の路線にあたる。全便が中型車で運行されている。かつて南部鉄道が営業していた路線を川崎市交通局が引き継いだ。向こうが丘遊園駅、上戸駅南を上平間が、伊北をわしが、峰が管轄していた。矢野口線の由来は、かつて都県境を越えて東京都稲城町の国鉄南部線。 矢野口駅まで路線が伸びていたことによる、利用状況は時間帯を問わず、溝野口駅向こうが丘遊園駅、多摩区役所の利用が多い。2008年4月1日に、伊田営業所から上平間営業所に移管されたが、2019年4月1日より、上平間との共管となり、ほとんどの便が伊田に移管された。2020年4月1日のダイヤ改正より、 2008年3月以来12年ぶりに伊田の単独運行に戻った。もともとは東急バス、高津営業所と共同運行だったが、2006年5月16日、カジガ向ヶ丘遊園駅東口のみ、東急バスに移乗された。伊田営業所業は、現在も溝23の出入庫として残っている。2008年4月1日、 川崎市バス上平間営業所営管臨港グリーンバスに委託。2011年5月14日より、ブレーメン通り経由を休止後、2016年12月28日を、もって廃止。2016年4月1日のダイヤ改正の際に、急行便が新設された。停車停留所は、小杉駅東口、老災病院前、元住吉、井田、井田病院正門前、 伊良病院であった。2017年12月1日をもって確定系統となり廃止。2010年3月13日に開業した横須賀線武蔵小杉駅へのアクセスを目的とした路線。2010年3月15日より運行を開始した。2014年1月18日をもって廃止。大体として川67を新設したほか 川崎鶴見臨港バス側55系統が道路線と並走している。2020年3月31日をもって廃止。杉麗一系統専用の小型車、潮浜営業所へ転属富士子、会、富士尾ミュージアム会館 PR ラッピングバスかつて、川崎市交通局では地域振興策として、市内に工場があった鈴自動車、三菱不装の2社の車両を、 全営業所で導入していた。イスズ社は純正車体と富士重工製車体、三菱社は呉れ派車体を採用していた。公害が深刻な社会問題となった川崎市では、抵抗会社の導入に積極的に取り組み、1990年代にはハイブリッド車導入を契機に、日野自動車製の車両導入が再開され、CNG 車導入により、 日産ディーゼル製の車両も導入されるようになった。その後は指名競争入札制度により、国産ディーゼル4社の車両が導入されるようになった。日野車は純正車体、日産ディーゼル車は富士重工製車体を採用していたが、富士重工のバス化装事業撤退後は、西日本車体工業製の車体に切り替えられた。東営業所では、大型車、中型車とも主に、 イスズ車とヒノ車によって構成されているが、三菱車と日産ディーゼル車も若干数配置がある。大型車は単弱車が多いが、日産ディーゼル車では標準社区も導入されている。配置車種は、大型車は、イスズエルガ、エルガハイブリッド、ヒノ、ブルーリボン2、ブルーリボンシティハイブリッド、三菱負層、エアロスター、日産ディーゼルスペースランナー RA、中型車は、 イスズエルガミオである。A.B. 川崎市バス、交通局自動車部、伊田営業所。川崎市。2020年9月15日閲覧。A.B.C.D.E.F.G.H.I.J.K.L.M. 加藤、吉和バスジャパンハンドブックシリーズ R60、川崎市交通局、B.J. エリターズ、生運社2007年1月1日。 ISBN 978から4から434102325。川崎市バス4月から、医大営業所の運行業務を、神奈川中央交通に委託へ2017年3月27日、閲覧。溝の口駅南口全面共用開始に向けた、乗り場の変更についてダイヤ改正及び、系統の廃止、新設並びに、乗り場の変更について川崎駅。 西口発着系統、川63、川64、川66、川82、川83と川崎駅、西口北発着系統、川74、川75のダイヤ改正等について、4月1日ダイヤ改正のお知らせ。2020年4月17日閲覧。停留所名称の変更について、2021年4月11日閲覧。 川崎市の利合自動車乗車料条例施行規定第6条同別表第94月1日イ屋改正のお知らせ2020年3月23日閲覧伊田病院バスロータリーの供用開始についてありがとうございます。